正規なのに人気コーナー、タクオのツボ。ゴールデンウィークも休まず営業、営業タクオのツボでございます。よろしくお願いします。県外から来られて初めて聞く方はびっくりされるかもしれませんが、はい、あなたの人生を左右するようなことは何も起きませんのでお付き合いください。安心してお付き合いいただいていいですか。安心してください。大丈夫ですか。いいまずは、はい、中部国際空港にいらっしゃる葉っぱふみさん、はい、中部国際空港についてびっくりしました。中部国際空港、まあ、セントリア空港ですよね。たくちゃんのポスターと三坂ちゃんと一緒の青たくのポスターがいっぱい中部国際空港に貼ってありました。三坂さん口紅の色変えたっていうことでいただいてるんですがちょっと待って、どういうことですか。まずですね、私の写真がこのショートリーゼントのですねニュースリムでご覧の皆さんですね。これは私じゃないですか。私の写真が下に、あの誰か落書きでロナウドって書いてますけど、落書きじゃない、落書きやめてください本当ですね、はい、そしてその2枚目にですね、私と美坂ちゃんの青タクのポスターがですね、来てるんですけどね、リンクトゥギャザーって書いてますが、美坂ちゃんの写真がね、美坂ちゃんあの口紅塗るところが髪の色も変えられました、タンクトップの美坂ちゃんがいますよね。本当です、タンクトップって、タンクトップのどうすれば違うか、ノースリーブね。あ、ノースリーブね。タンクトップとなんかまた違うんじゃないですか。これこれ何ちしたの。あー、これタンクトップですねこれ何ちしたの。この人、この人誰ですかね。僕の横に映ってる、僕ロナウドの横に映ってる僕はクリスティアーノ・ロナウドですよね、この方はスポーツ選手なんでしょうね。すごいしなやかな体、はいはい、ぜひユーストリームでご覧くださいませ、私とですね、なんか外国人みたいな美坂ちゃんが映ってますのでどうぞどうぞ。いや、私とねってよく言えたもんね中部国際空港までいたずら、怖いな本当な多分もういや、MBC がお金を出して広告を出してんじゃないですか。あ、そうかもね。中部国際空港に、なんで中部国際空港に MBC の一押し番組青だよたくちゃんって中部国際空港にですねなんでピンポイントで皆さんウイルを食べながら見てらっしゃるんでしょうね、それはねはい、ラジオネームマージスカイウォーカーさんからいただいております。僕が小さい頃からお母さんに、ねえお母さんのお腹には何が入ってるのと聞くと、お母さんは赤ちゃんだよと答えてました。数年後、ねえお母さんのお腹には何が入ってるの、母、赤ちゃんだよ繰り返される会話、未だに僕は一人っ子です気づきました、母は妊娠中ではなくただの太ってる人でしたと言ってそれダメですねお母さんね、そのだってやっぱ子供は楽しみに待ちますよ。いやいや、10年ぐらい入れてらっしゃる10年ぐらいですね、120ヶ月のね赤ちゃんがお腹の中にいると、いずれいずれ、はい、楽しみにお待ちくださいサリーちゃんからいただいてます。中ということでお中元、お中元でいただいてます。こんにちは、今日は実家に帰り温泉にも入りお肌プルプルですよ。あら、よかったですね。さてお中元をもらう側としては、焼き豚とかセレブ御用達のプリンとか北海道の生鮮食品など実用品がいいな。まだまだだけどもう考えててもいいのかなと思います早いな。知り合いの皆さんよろしくお願いしますね、待ってます。いや別になんてことないんですけど、全体的にご飯としてて好きだったんですよ ね、 すね、ちゃんとテーマには乗っ取ってくださってるんですけどもね、はい、そういうことだそうですよ、サリーちゃんのお友達の皆さん、セレブ御用達のプリンとか焼き豚とか北海道の生鮮食品がいいらしいです。いいですね。クルペッコさん、野口さんと栄徳さんプロデュースのパンがもう少ししたら発売されるのですね、はい、5月5日から鹿児島宮崎のファミリーマートでございます、はい、そして明日明後日はですねナポリ祭で先行発売させていただきます、よろしくお願いします。部長もやってきます。パンの中身が色鮮やかな様子で食べるのがとても楽しみです。ごったましいロールナポリボジョを食べるとグラッチェ野口さんのようにゴリゴリにゴリってるゴリマッチョになってしまうのですか。そうですね、ゴリマッチョ、あのゴリマッチョ、どれが胸元を胸元をはだけてこう油をつけたくなるようなですねアルバ油をオリーブオイルをつけてみんなに見せびらかしたくなるようなゴリマッチョの体になります。パチパチパンチにしかいませんチミチミ言葉をつしみたまえ、誰がパチパチやねん、カトリックンと言ってくれ、カトリックンとノグザップと言ってくれ、ノグザップとノグザップと、ああいう人がいたら嫌ですよねここにいてでもねカップはだけて、俺もしああだったらやるよノグザップやるよ、もしノグザップやったらね、もうピクピクやっちゃう、あそうピクピクシャツもね、あのね透けそうな
シャツ着て中は何も聞かずにね、ビーチク半浮きのですね、やつでビーチク着てピクピクピクって右左上して、ほいで暇さえれば上腕二頭筋ペシペシしてどうだいちカチカチだろみたいなやらかしますよ。はいはい、そうです。それまあやったってでも、ま、モテはしないですよね。なんでだってモテないでしょ。それモテるだろう、モテるだろう。モテはしないでしょ。モテ狙いでやってんだよ。モテないね、そんなことやったら変な人じゃねえか。え、もしかして変な人なの。変な人あちゃー、はい、あちゃー、はい。ポンポコ村のかっくんからいただいてます。番組の中でたくちゃんが英徳さんの機嫌を損ねないように腫れ物に触るような扱いをされてますよね。そんなに怖い人なんですか。鹿児島弁バリバリのイントネーションから想像できないんですが、わからないです。いただいてますね。信用しちゃってる人がいるじゃないですか。奈良県からいただいてます、ね、奈良県から、あら、はい、鹿児島の顔と言われる英徳さんがこんな怖い人なんですか。はい、はい、ノーコメントでノーコメントでお願いします。あの、否定してあげてください。はい、あ、英徳さんいい人ですよ。英徳さんいい人、悪い人ではない。なんか ね、もうちょっとこう上手な子も、上手な、あ、上手な、ほら、天真爛漫な。いや、そうですね。天真爛漫な。すいません。まず、はい、いい方だと思います。なんかあるんですか。いや、なんもないですよ。手を持っちゃうじゃないですか。ああ、そう言うと、うん、じゃあちょっと三坂さんからお願いします。私そういうの苦手だから。あね、あ、まあ、申し訳ないけどね、俺もね、人を褒めるのは苦手なんだよね。いやいやいや、なんか人を悪く言うのは得意なんだけど、人を褒めるのは苦手なんだな。そういうことじゃなくて、学校に習ってないんだ。人を褒めるフォローするのが難しいじゃないですか。なんか言うだけさ、うん、言うだけさだと。言うだけさで、タメか、タメ口か、タメ口か、言うだけさ。言うだけなんかこう、ボケ通りそうで、ああ言わない方がいいかなって、言えば言うほどね。そうそうそうなんです、いやだから徳ちゃんいい人ですですってよ。だからはい、ということでぜひこれからもですね、徳ちゃんとバーターで我々もよろしくお願いしたいと思います。いい人ですよ本当に。はい、毛棚から来ました。下毛棚町内会非公認キャラクターの毛棚シーナシー。徳ちゃん、リンリン、世界の中心ってどこだと思うなシーか。第一のデベソと言われているオーストラリアのエアーズロック、うん、地球の弁慶の泣きどころと言われているイタリアのナポリ、どれも違うなしよ。うん、地球の股と言われている鹿児島なしよ。中心はその鹿児島の中心に位置しているのが下毛棚なしよ。世界の中心下毛棚で愛を叫ぶなし。神崎さん、はあ、叫びたい相手は神崎さんだったんですね。そうですね、下毛棚でですね。はい、地球の股とは言われてないですね。形でそう思ったらいけません。ちょっと嫌ですね。嫌ですね、そこの人って思われると嫌ですよ。地球の股の人って思われるの嫌ですよね。ですね、はい、違うと思います。それは嫌です。タクオさん、三坂さん、おやっとさーです。ほぼ本名中島くんです。東京は快晴ですよ。タクオのツボ5月2日のテーマは中、中といえば私中島くんです。おー、そうだ。生まれも育ちも毛棚入り口、あ、毛棚入り口なんですね。安倍川の産湯を使い、名は中島、姓は君。そうだったんですか。人呼んで風天の中島君と申します。いや違うと思うんですよね。人より汗っかきな体質、単に太りすぎのため汗を脱ぐマゼンダピンクチョノゲ Z ドピンクタオルを送んなましといただいておりました。東京都江東区からほぼ本名中島君、ありがとうございました。毛棚入り口から今は東京都江東区にお引っ越しされたということでね。阿部木川で産湯を使い、イオナズン毛棚さんからもいただいております。こんにち、毛棚石。毛棚石毛棚石は表彰、あ、登録表彰されていますよ。表彰登録されていますよ。そんな毛棚石が流行りつつある中、避難し今から来るんじゃないかというですね、2015年のキーワードになりそうですよね。なんか毛棚石で、私が夢中になっているのは毛棚石ではありませんよ。ドズバのオープニングです。ミサカッペは今週も鎖を首に巻いて、鎖を首に巻いてるわけじゃないですね、あれはですね、あのおしゃれなおしゃれネックレスですよね。普通のネックレスです鎖を首に巻いてスイーツ真壁のようになりきっているのかって。だからスイーツ真壁を狙ってミサカちゃんは鎖を首に巻いてるわけじゃないです。はい、財津さんのテッカテカの入浴シーンはあるのか。毎週タイマー録画をして楽しみにしています。でもやっぱり一番夢中なのは横川の愛子さんですよ。でへへ、マゼンダピンクチョノゲを愛子さんに自慢したいので私にくださいと。そして
これが天山ですよということですね、天山博之さんの写真も送っていただきました。ユーストリームをご覧の方だけですねご覧いただけるかと思います、小島さとしさんに逆水平チョップを食らう天山博之選手の写真が今見れます。ありがとうございました。大隅の半ラボーバーさんからいただいております。私の連れ合い65歳は筋金入りのプロレスファンです。あの日4月28日会合があると家族を騙し仕事をサボって大隅からアイラーまでプロレス観戦に行きました。あ、なるほど、はい、夜中帰宅するなり大興奮で、おお、サインをもらった、サインをもらった、ちょっとダメですよそれ、そして食堂で本間選手が、裕次郎が、田中氏がとまくし立てるのですが、私は全然興味がなく連れ合いは不満顔でした。連れ合いは誰かにこの幸運を話したいらしいのですが、はい、いかんせん仕事をサボって秘密で出かけたので誰にも言えません。そうですよね、言えてないんですね、うん、なるほど、うんうん、どうかたくちゃん連れ合いの自慢話に付き合っていただけないでしょうか。え、他人の自慢話なんか聞きたくないですよね。そういう人です。はい、そういう人です。ちなみに認めた、認めます。人の話、自慢話、人の手柄話、自慢話は聞きたくないですそして同じぐらい嫌なのが人に頭を下げるのが大嫌いですでも下げてますね毎週ね。そうね、簡単にね、うん、あれね、下げてないんですよ。いや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 、こら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 、明智光秀かけみや下克上か下げて、ね、音だけでごまかしてる。怖いなということ で、ね、田中選手のサインを送っていただきましたご覧ください。はい、その他レオナルド・ヘガプリオさんやですね、JJ ジャックスさん、そしてムエタイさん、お、ムエタイさんからは、まあ、みんな出かけたんですね、あ、ほらほら、美坂ちゃんが憧れるスイーツ真壁の写真がムエタイさんから送ってきてます。スイーツ真壁さんはまだ出てるんですか。ですよ。あ、引退したからスイーツ食べてるのかと思いました。違う違う、スイーツ食べながらプロレスやってんのよ。現役なんですか。そう、そう、スパイダー式ジャーマンすごいよで、鎖をね首にかけて入場してくるんですよね。あのプロレス会場にも、鹿児島のプロレス会場にも首からね鎖を、プラスチックのやつだけど客席でかけてる子がいたんだよ。あ、憧れて、憧れて、へえ、いや、ごめん、あれもしかしたら美坂ちゃんに憧れてたのかもしれない美坂ちゃんに憧れてたのかもね、ごめん、あの、そうだった、賞金をつけないですからジャラジャラしたのつけないです。はい、あと島豊重さんからはですね新日本プロレスどうでしたかといただいております。それ以上に驚きましたのは、翌日29日にやった AKB コンサートで桜ちゃんが一部出演にてアルバムでのソロ曲を歌ったのに驚きと同時に泣いてましたと。桜ちゃん泣いてたんですか。あ、柴田芳重さんがじゃないですか。ああ、なるほど、なるほど、柴田芳重さんが嬉しくて泣いた。泣いたんですね。はあ、さてこっからなんですが、常連の方、まずラジオネームもへけこさん、はい、鹿児島弁番スピードラーニングのもへけこさんは、あー、今週はバッタいかんかったですがよ、もへけこまた来週と言ってます。ご自分のペースでも、うん、わざわざされることはないです。私も、はい、ちょっとホッとホッとしました。あ、ホッとしたそうです私勇敢マダムさんです。皆さんお久しぶり、勇敢マダムのプレシャスミュージック来た。格差社会の権化、プレシャスミュージック勇敢マダム、はい、楽しみですね。皆さんからの根強い人気と復活を望む声にお応えして不定期でお送りするざます、勇敢マダムのプレシャスミュージック。お、今夜も私勇敢マダムとアシスタントの米沢さんがミニスカポリス姿で生放送そうなの、何のために、いやすごいな、勇敢マダムとね米沢さんが、見ないけれども前編リクエスト特集でお送りしておりますまずはラジオネーム竹尾ちゃんからのリクエスト重森アナウンサー竹尾ちゃんですね、社内の人間じゃないですか安全地帯で青い瞳のマダムエリスです、青い瞳の。ついてもラジオネーム竹尾ちゃんからのリクエスト、島谷瞳で甘色の髪のマダムそしてラジオネーム竹尾ちゃんからのリクエストというか、今日は全曲竹尾ちゃんからのリクエストのみお送りしていきます松浦綾でイエイめっちゃマダムそしてここからはメドレーザマス、福山雅治でマダムになろうよ家族ね、サザンオールスターズでマダムの果実、それは真夏の果実ですね。ティーボランでジレッタイマダムそれジレッタイアイですね。あ、そうなんだ。竹尾とマダムのラブゲーム男と女のラブゲームです。世界の終わりでマダムンナイトをお送りしましたマダムンナイ、マダムンナイ、
ここで今週のプレゼントの発表ございます。またもない勇敢マダムと行くドバイ満喫7日間の旅金持ちだな、金持ちの旅、当選者はラジオネーム滝尾ちゃん、おめでとう。行きたいだけじゃん一緒に私と二人きりの旅よ。今からドキドキワクワク、そんな嬉し恥ずかしドバイの夜を思って、私がセレクトした今夜のラストナンバー、ジョー・ミチルで竹尾に乗ったマダム。ほらほら、それでは皆さんまたいつかお会いしましょう。お相手は勇敢マダムでした。ちょっと走っちゃいましたね、今週は暴走しちゃったかなマダム。竹尾くんのね、うん、重森アナウンサーの目が見れなくなる、ね、ですよね。だからですよ、ええ、だから暴走しないでいただきたいんですよ。で私上司の目が見られなくなっちゃうので、そこはそっちでお願いします。やだそこはそっちで。ほら俺重森アナウンサー来ると、ええ、こそこそと逃げるように、いやいやいや、机の陰に隠れてるから、 むしろ机の下に隠れた、机の下に隠れた。彼はもしかしたら MBC を背負う、ね、はい、アナウンサーに育つ可能性がある、あるわけですよね。将来はね、将来はね、うん、ね、将来をずらすね。いやいやいや、可能性があるね。もうなんかあんまり言うと彼のプレッシャーになるので、なるからね、はい、なるですね、先輩はいろいろ気を使った結果こういうたどたどしい感じになってしまったんですけれども、いやいや気遣いと届く、だから大事にこう、うん、MBC も育ててるところじゃないですか。それ、ね、だからマダム色に染められると困るんですよ、ごめんなさい。本当にもうバシッと言って、もう俺も私も言えない、机の下に隠れてるから言えない、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、さあラジオネーム私は人ではないさんです。タクピーリンリンコン、うんうん、はい、ここはあの下ネタが入ります。ゴールデンウィークで鹿児島に来て初めて青タクを聞いている皆様、今から皆様を観音の世界へお連れしましょう。父親もじいさんも祖祖父も先祖代々下ネタ大好き、私は人ではないでございますといただいてます。さてテーマの中といえばからですね、 1,2,3,4,5,6,7、7行読めませんね全然読めないですね。はい、じゃあ一応こんな感じになってますね。こんな感じになってます。はい、渡人さんですね。はいはい、名前渡人、住所エロ市ゼロ丁目72番地、もう住所も19番19号。今週もほぼ全面カットでしょうが、恥ずかしいメールを読んでいただきありがとうございました思ってるならやめてくれもう強制終了したい、はい、そしてラジオネームゆうたさんからもいただいておりました。ゆうたさん、ここなんでゆうたさんここから現れるんですか。ゆうたさん、ゆうたさんは先週の渡人さんの、ね、先輩で、あのオスが太いとか言ってゆうたさんという方ですね先週後輩の私とか自分のことを言いたい放題だったので訂正を兼ねてメールします、はい、確かに自分はお馬さんと言われますだけど大変です、自分も腰痛が大変なんですと。グラビアアイドルが肩が凝るのと一緒ですと、ずっと重たいちょっと待ってはい、はい、今日はもう終了です、はい、ということでどうもありがとうございました。タクオのつぼでした。